皆さんこんにちは、あかりんことしたあかりです。ありがとうございます。今日は来ていただきありがとうございます。本当にというわけですね、今日は私の初の単独イベントにお越しいただき本当にありがとうございます。今回は SBY さんにご協力いただいて、ずっとやりたかったイベントを開催することができました。本当にありがとうございます。ありがとう。で、本当にね、女子力動画をいつも見ていただいてありがとうございます。少しずつですけど女子力動画がね広まってきて、 YouTube だけじゃなくてこうやってイベントを皆さんと実際に実践する機会が作れたらなって思っていたので、限られた時間ですが少しでも皆さんの参考になったらいいなって思っています。というわけで早速実際に移っていきたいと思うんですけど、実際にこの中から選ばせていただいてステージに上がっていただいて、私がメイクを実践させていただきながら進めていきます。今回の回はですね、アイメイクにお悩みの方を中心にお越しいただいています。皆さんのお悩みが少しでも解決できるように頑張りたいと思います。というわけで、こんなんしたいっていう方とか、こういうのしてほしいとかある方いらっしゃいますか？の、じゃあ一番のまつげが綺麗に上がるように、あ、まつげが綺麗に上がるように、じゃあ実際やってみましょう。どんなお悩みがありますか？まつげが上がりにくくて、それでいつもやってても途中下がってきちゃうから、ほうほうほう、ちょっとやっていきます。ビューラーは3段階に根元から 1,2,3 って上げていくのがいいんですけど、なんか部分的に内側から上げたりとか外側上げたりとか、結構やってみたら綺麗に上がると思うので見ててください。この辺にこうやって挟んで、1,2,3、はい、あ、上がる、分かる、上がってる、ちょっと少ないんですけど、あ、大丈夫、大丈夫、増やしていこう。上がらないんですよ、外側が。確かに、なんかもしこういうので上がりにくい人とかは、ホットビューラーっていうのが今ちょっと今日持ってないんだけど売ってて、熱でカールをつけるホットビューラーっていうのも売ってるんですけど、ちょっと今日ないねんけど、あとそれちょっと 1,000円ちょっととかするんだけど、それ高いって方とかはビューラーをドライヤーで当ててあったかくしてから上げるとカールがつきやすいです。でもちょっと今ドライヤーないねんけど頑張ってあげるな、はい、上がりにくいとか、そうやとかやったら中心だけ、黒目の上だけグイッてあげたら縦に目が丸く見えるようになるから、それだけでも全然違うと思います。で、こういうなんかキャンメイクのいつも私が動画でも使ってるんですけど、クイッククラッシュカーラーっていうカールキープの持ってる方多いじゃないかな、持ってる？みんな、あ、結構なんでてる。そう、これはカールキープ効果のあるマスカラの下地なんで、これを、普通のマスカラに塗る前に塗ってみるとめっちゃカールがキープされるし、すごいお目目が大きく見えます。なんか上げながら塗るとで、この上から普通のマスカラ、ダイヤモンドビューティーマスカラのボリュームアンドカールって言って、
まつげを長くさせたい人とかはロングタイプ使うといいと思うけど、カールキープとかパッチリさせたい人とかボリューム&カールを使う方がいいかなって思います。なする人とかはこのマスカラした後に最後にホットビューラーするとさらにまつげがパッチリします。ちょっと今日はホットビューラーなくてないくてできないんですけど、また動画とかで載せれたら載せますね。でもあとはなんか私やったら今まつげパーマっていうのをやっててすごいこれおすすめで、マスカラビューラーのやり直しもいらないし、毎回ビューラーするとまつげってすごく痛むんですけど、そのやり直す必要もないし、まつげパーマおすすめやなって思います。はい、大丈夫です。大丈夫です。はい。じゃあまたやってみてください。はい。ありがとうございました。はい、じゃあ続いてどんどん。あ、じゃあ1番。アイラインがうまく引けない。アイラインがうまくいけない。じゃあどうぞ、来てください。うまく引けない。どう引きたいとかありますか？二重のこのラインのところに間違って乗っちゃう。ほう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 、わかりました。OK です。じゃあ今日はなんかリキッドラインって初めてやる人って筆なのですごい難しいと思うんですけど、このねミュッシュブルーミージェルアイライナーのピュアブラックっていうこのジェルタイプのペンシルのアイラインだとすごく柔らかくてガタガタになってもアイシャドウで動かせるのでいいと思います。じゃあちょっと早速やっていきますね。でこのジェルタイプのアイライン塗るときはまつげと粘膜の間を埋める感じに塗ると目が大きく見えます。こうやってグイッグイッってここ引っ張って塗ると本当に間を埋めれるので塗っていきますね。ガタガタ感が目立たないかなって思います。なんか若干埋めた後とかにガタガタになっちゃった時とかはこういうなんかアイシャドウのアイシャドウのこういうね一番黒い色とかで細い筆にとって。こういう感じでぼかすアイラインをぼかすとあんまりアイライン感も出なくてパキッとしないからアイラインのガタガタ具合とかも結構ごまかせたりとかします。
かる？こっちがぼかした。こっちがぼかしてない。わかる？いい感じ、大丈夫。リキッドタイプだと結構ぼかしにくいんですけど、ジェルタイプのアイラインとかは柔らかいからアイシャドウでしっかりぼけてくれます。こんな感じ、ちょっとパッチリしたかな。で、実はリキッドアイラインとかって結構目はっきりするような感じはするけど、私的にはジェルラインとかペンシルラインでぼかしながら描いた方が目がナチュラルに大きく見えて、多分男の人受けとかはそっちの方がいいのかなって思います。結構リキッドとかで描きますか普段？そうです。なんか難しい方とかはペンシルの方がいいかなと思って。どうかな、ペンシルの方がリキッドやと間違えて引いちゃうから修正つかない。そうなんだ。なんか私目尻だけリキッドを使ったりとかしてます。そうそうそう、こんな感じで。ありがとう、協力してくれて。さあ、じゃあどんどん行きましょう。じゃあ後ろでずっと上げてくれてる引き先の赤い人、赤い人とか赤い方あ、質問お願いします。前でも可愛く見える、シャドウの塗り方です。アイシャドウの塗り方、じゃあちょっと前来てもらっていいですか。引き先ピンクお揃いですね。お待たせしました。あ、そうなんや、私はもうなくなってしまったけど。じゃあどんどんやっていきましょう。キャンメイクのアイシャドウ使っていきます。動画でも出したことがあるんだけど、キャンメイクのパーフェクトスタイリストアイズの02番、このカラー使いますね。で、日本人はブラウンが馴染みやすいので、今日見た感じブラウン使ってる方が多いと思うけど、まず最初に買うならこれがいいかなって思います。こういうブラウン系がいいと思います。じゃあまずはここの色をアイホール全体に塗っていきます。なんか、言ったもん勝ちみたいになったけど大丈夫かな
はい、こんな感じかな。あとはなんか途中からでもなんていうの、アイテープとかでピッて ここだけでもアイテープで留めるだけでもやってみますか。したことない。なんか私もね、二重の幅が日によって違ったりする時とかはアイテープ使ったりします。で今日はね、このなんていうの、これ AB っていうよく有名なやつなんですけど、これのやつ使いますね。さあ、こんな感じで撮って、この二重を作りたいラインを決めて、ちょっとくっきり見えるんですけど、これだとちょっとまだあのアイテープ感があるから、上からさっき塗ってたシャドウとかを馴染ませたりするとちょっとは、まあ、挟みがちにしたりするとあれなんですけど、例えばこのアイテープ自体をもうちょっと短く切って部分的につけるとか、あとは今だったらあのビヨーンって伸びるタイプの、なんていうんだっけ、メザイクとかもあるか、そういうので作ってもいいかなって思います。あとこれは寝てる時にこのままつけて寝たりとか、あと朝張ってたりするとその日一日二重が片付いたりすることもあるので、やってみてもいいのかなって思ったりします。大丈夫、それで朝起きたら外すんですか。朝起きて外したりとか、メイクするまでつけておいたりとか、うん、したらいいと思います。うん、すみません、やってみて、はい、今こっちだった。いや、大丈夫、ありがとうございます、協力いただいて。はい、ありがとう。はい、じゃあ一番早かった奥の金髪の私のなんか持ってくれてる人どうしますか。悩みありますか。はい、うん、うん、大きく大きく、じゃあこっち来てください。そう、目元は二重だけじゃなくても涙袋とか、あとはあの目の横幅を変えるだけ目大きく見えるので、じゃあそういうメイクしていきますね。じゃあまず軽くいつも通りアイシャドウします。この茶色いね、これもミッシュブルービーリキッドアイライナー02番のフェミニンブラウンっていうカラーなんですけど、茶色の方が似合いそうなので、これで横幅広げていきます。目尻にアイラインとします。目の幅がアイラインで拡大されるので、まず横幅が大きく見えるのと、またアイシャドウとかで例えば黒目を大きく見せる効果もあるので、こういう暗めの色を下まぶたのこの黒目の下に入れます。ちょっと見てる、こうすることによってちょっと黒目の大きく見えたりとか、そう、こんな感じで黒目のところに塗ってちょっと縦の幅を出したりとか、
あとは、まあ、やってる方も多いと思うんですけど、涙袋、こういうちょっとこっちとこっちの色が入って馴染みやすい色を作って、涙袋に影を入れるとその分また目の大きさになるので、わかるか、影ができたのわかりますか。こっちの方がぷっくりして見えるかな、わかる。さっきよりお目目が大きく見えたりするんじゃないかなって思います。どうでしょう。大丈夫、ためになりました。あ、よかった。緊張してる。ありがとう。そう、ありがとうございます。ありがとうございます。よし、じゃああと一人ぐらいいきましょうか。じゃあ、さちのお姉さん、じゃあお悩み聞かせてください。垂れ目に見えるメイク、わかりました。でも垂れ目に見えるのはやっぱりアイラインが大事なので、アイラインをしっかりやっていきます。でさっき使ったアイラインで、目尻からちょっと延長、下にちょっと下目に延長にラインを出します。
やってみてください。ありがとう、ご協力いただいた。ごめんな、こっちもごめんな。ありがとう。はい、というわけでですね、残り時間少なくなってしまったんですけど、せっかくなのでここで皆さんと直接話せるいい機会だなと思って、今回は女子力に関する質問だけ質問コーナーをさせてください。はい、というわけでどんどん手を挙げてください。じゃあ後ろの女の子、全員女の子か、カメラの前の足痩せの方法。そうですね、私は、基本的にメディキュットとか、むくみ取りソックスを履いて寝るようにしています。あと寝る前に壁に足かけて寝て、血の巡りを全部下にやってからメディキュット履いて寝たりしてます。だからむくみ取りは結構大事かなって思いますね。はい、どんどん質問お願いします。あ、じゃあ、さっきのじゃあお姉さん、使ってる香水、今日はクロエです。クロエのいつも動画で紹介してるやつ使ってます。はい、じゃあありがとう、お願いします。いちご肌とか毛穴が黒ずんでるの、毛穴黒ずんでるのは最近だと酵素洗顔っていうのが売ってて、お粉状のやつやんだけど、水に混ぜるとなんかちょっと泡立ってやる酵素洗顔って調べたら結構いろんなところからも今出てるから、使ってみたらいいかなと思います。はい、じゃあさっき来てくれた、うん、肌を白くする方法、でもやっぱ日焼け止めを塗ることはやっぱ重要だなって思って、最近私も腕もうちょっと白かったんですけど、日焼け止めサボったら黒くなっちゃったから。でも今の時期紫外線強いから、ちゃんと日焼け止め塗ることと、あとは最近なんか韓国コスメから出てるウユクリームっていうの知ってますか？なんか結構有名ですよね。ああいうの使ってるメンバーとかも結構います。私も持ってるんですけど、結構瞬間的な白さになるので、メイクする前に、ちょっと乾燥しやすいから、あのクリームしっかり保湿してから塗るのをおすすめします。じゃあ最後の一人な、じゃあそこの髪の長い、はい、夏にしたら可愛いヘアアレンジ。そうだね、最近とかだとなんていうの、濡れ感とか抜け感とか、なんか流行りがちじゃないですか。だから遅れ毛とかをこう髪の毛巻いてから簡単に結んで、ちょっとこの辺にちょろちょろちょろって出したりすると流行りっぽくていいんじゃないかなって思います。はい、というわけでたくさん質問ありがとうございます皆さん。はい、というわけでもう早いんですけど、ここでお時間になっちゃったので、今日はここで終了とさせていただきたいんですけど、もちろん女子力動画はこれからもどんどんね続けていっぱいアップしていきたいなと思っていますし、こういうイベントの機会もどんどん増やしてどんどんやっていきたいなって思っていますので、皆さん楽しみにしていてください。